魚老荘の瞑想で一番幸せをつかんでいるのは2023年2月現在ではないでしょうか。みんなを不幸にするもの、それはスピリチュアル。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。はい、ということで今日は魚老荘とその人の人生について相関性を見ていきたいと思います。魚老荘は悪いイメージがついてしまっていますが、プラスポイントも無論ございます。ただ吉凶で判断しますと、やはり僕も今まで死ぬほど女性の人生を診断してきましたが、僕の感覚で言うならば幸せ1、2、不幸8、9といった感じでしょうか。幸福の基準というものはないんですが、これは僕の経験則です。まあ一般的に見て浮気、ドロドロ不倫に離婚調停などになってしまうケース、どう考えてもダメな方でしょう。もちろん離婚後2回目で幸せというパターンもあるにはありますが、それは後の話ですからね。1回目失敗は失敗です。今日は魚老荘の瞑想の中で現時点で一番幸せになっている方を見つけましょう。題して魚老荘ワングランプリ開催です。まず魚老荘の説明と、栄えある魚老荘ワングランプリにエントリーされた女性別にチャプター分けしてありますので、好きな項目まで動画をスキップさせてくださいね。それでは本日の項目です。項目1、魚老荘とは。項目2、阿部サダさん。項目3、須藤咲さん。項目4、畠山鈴香さん。項目5、上田美由紀さん。項目6、北島麻衣さん。項目7、安藤美希さん。項目8、戸田恵梨香さん。項目9、弘中彩香さん。項目10、畑平さんの10項目でいきましょう。よろしくお願いします。ではまず項目1、魚老荘とはです。まずここで説明しておかないといけません。魚老荘とは女性のみの瞑想の種類のことです。顔のパーツの形や並びなどからそう言われている瞑想で、別に悪口でもなければ褒め言葉でもありません。わかりやすく言えば醤油顔とかソース顔とか三白眼とかわしばなとか二重まぶたとか、そういった単なる名称ですから、ディスっているわけでも何でもないので勘違いしないでください。顔の形はまあ3、4種類、ここはいろんなフェイスラインでも大丈夫です。パーツはいろいろと特徴があります。髪の毛の生え際が産毛でぼやけている、眉と眉の間の陰道が広い、目と目の間の三根が広い、眉も 2,3 パターン種類があり、目も数パターン多いのですが、いわゆるドラクエのブリザードマンのような形の人が多く、人中は薄め、口元はガミースマイルなど、全部当てはまれば当てはまるほどそれが強めになりますし、 2,3 個しか揃ってなくてもその個体パーツが強かった場合などは魚老荘にカテゴライズされることもありますので、ガチで読み取るのは乾燥紙や面相読み取りが慣れた人しか難しいかもしれません。とにかく面相や合わせ読みが重要。たまにそれを総裁でなくす打ち消しというのも入ってくるので、なかなか一筋縄ではいかないんですよね。とはいえ今日は皆さんにも分かりやすい魚老荘の有名人たちを紹介していきましょう。また魚老荘の女性の特徴としては、男性によくモテます。これはガチ。顔が綺麗とか可愛いとかそういった観点ではなく、僕も今までの鑑定で多くの魚老荘の方を見てきましたが、もう 100% と言ってもいいくらい男性からモテます。しかしそこがあだともなります。いろんな男性から言い寄られますので、浮気や不倫、低層観念が低いと言われることもしばしばです。またやはりその武器を生かして男性からお金を取ってトラブルになる人が多いのも事実ですね。まあ取り方にもよるので、双方合意の上でしたら何も問題ないかもしれませんが。はい、ということで項目2からは魚老荘の女性と人生がどうなったのか軽く紹介していきます。誰が魚老荘を持ちながら一番幸せになれたのか。それでは次の項目です。項目2、阿部サダさんです。はい、まずはだいぶ昔の方ですがエントリーされました。写真があんまりないんですが、魚老荘度はそこまでめちゃくちゃ際立ってるわけではありませんが、魚老荘といえば確かに魚老荘ですね。1905年生まれですから、明治時代からグランプリに出場してくださいました。阿部サダさんは17歳の時には、そんなに男が好きなら芸妓になってしまえと父と母から言われてますから、なかなかのものではないでしょうか。幸せになったのかどうかですが、結局殺人罪で逮捕されて残忍性淫乱症と鑑定結果を出されています。その後懲役6年になっていますから、まあ幸福ではないでしょう。しかし魚老荘のパワーを発揮しているのか、阿部サダさんは服役している間にファンレターや結婚の申し込みの手紙がおよそ1万通寄せられたといいます。はい、ということで1人目はちょっと古すぎましたね。あまり皆さんも馴染みがなかったでしょう。では次に行きます。項目3、須藤咲さんです。来ました、魚老荘度は超強めでございます。
この方は整形手術を繰り返しているみたいですから、学生時代からそうだったんだよという写真を持ってきました。バッチリ女郎層ですよね。須藤咲さんは1996年生まれの女性です。職業はモデル、セクシー女優、愛人業だと言われています。幼い頃は少女漫画を読んで過ごすタイプだったようですが、高校は偏差値45程度の公立高校に進学し、勉強はできず運動も嫌いだったそうです。この頃からお金の執着が出始め、高校生の頃からシャネルのバッグなどを身につけるようになったそうです。この後は美容専門学校に進みましたが、高級デートクラブに登録し、専門学校時代からホストに通っていたそうです。その後セクシー女優に転身し、2018年に和歌山県田辺市で起きた資産家の会社経営者の野崎康介さん77歳の死亡事件容疑者として逮捕されました。現在も勾留中です。私は殺していないと未だに主張していますが、あとは和歌山県警が証拠を見つけられるかどうかでしょう。結局大富豪と結婚して遺産を手に入れかけましたが、逮捕されてずっと勾留されているのはとてもじゃないですが幸福とは言えないので脱落ですね。それでは次の項目です。項目4、畠山鈴香さんです。畠山鈴香さんは秋田次郎連続殺人事件の犯人です。秋田次郎連続殺人事件は2006年4月10日に当時小学4年生だった畠山鈴香さんの娘、畠山彩香ちゃん当時9歳が自宅から10キロ離れた川の中洲で水死体となって発見され、同年5月18日午後には畠山鈴香さんの自宅2軒隣に住む米山豪健くん当時7歳が約12キロ離れた川の川岸で遺体で発見された事件です。もともと学生時代はいじめられっ子だったといいますが、大人になり結婚して離婚した畠山鈴香さんはコンパニオンや生命保険のセールスレディとして働いていました。当時は色仕掛けで契約を勝ち取っていたようですが、1年弱で辞めてしまったそうです。その当時を知る人の話では、先輩のお客さんに対して平気で体を張った枕営業をかけては客を奪っていたんです。それが問題となって1年も経たないうちに辞めていますと言われています。畠山鈴香さんは大館市のデリヘルで人妻風俗嬢として大人気でした。1回1万5000円で生本番までさせていたらしいです。とにかく一度畠山鈴香さんと関係を持った人は彼女のテクに続行になってしまうほどいいものを持っていたそうです。畠山鈴香さんの顧客と名指しされる3名の警察関係者もデリヘルで知り合い、自宅売春に通うようになったそうです。警察以外にも能代市議会議員も複数名いたと言われ、警察の事情聴取を受けた人もいますと書いてありましたね。やはり女郎層の方は男性にすごい人気がありますが、こちらも無期懲役刑が確定していますから、とても幸せとは言いませんね。次行きましょう。項目5、上田美幸さんです。上田美幸さんは1973年12月鳥取県で生まれました。上田美幸さんは合計6名の男性を殺したと言われています。これこそ僕が冒頭で話しました可愛いや綺麗に関係なく女郎層はモテるというパターンの見本の人です。上田美幸さんを悪人感想学の動画でアップしたんですが、コメントにはなんでこの人がそんなにモテるんですかという内容がかなり届きました。確かに当時の彼女は身長約150センチで体重は70キロ超えだったと言いますから、女性にしたらなかなかのボディでございます。しかしこの事件を取材していた記者の話では、とにかく寝技が巧みでした。同じく離婚歴があったり孤独な男性に近づくのが常、隣に数回つくだけで一緒に暮らそうと甘い言葉をつぶやき、すぐに男女の関係になる、そこから母が入院してお金が必要なのと言って多額の金銭を引っ張ってくるのです。昔は看護師だったと偽り、睡眠薬を飲ませたりもしていましたということです。死亡した6名の中にはかなりのイケメンの方もいらしたらしいですからね。しかしそんな彼女ももともと死刑が決まっておりました。そして死刑になる前、2023年1月14日収容先の広島拘置所で食べ物を喉に詰まらせて死亡しました。全く幸福とは言えない最後ですよね。ここまでまだ幸せになった女郎層の方はいません。それでは次の項目です。項目6、北島麻衣さんです。まあ女郎層度、顔面のパーツの揃い方やレイアウトで言うなら最強クラスに近いのではないでしょうか。おそらく僕の尊敬する鳥山明先生は北島麻衣さんをモデルにしてブリザードマンのキャラクターデザインをしたのではないでしょうか。鳥山先生に会ったらぜひとも聞いてみたいですね。北島麻衣さんは1972年8月11日生まれの日本の元女優でございます。1989年春日の局にも話題の美少女として起用され、アザイチャチャ役で出演しました。帰国子女のキャラクターを生かし花金データランド、そして KDD の国際電話や英会話学校の CM に出演しましたが、アイドルとしては低迷。1990年代半ばに入ってからは単なるアイドル女優から脱皮して時代劇への出演や現代劇でも悪女役濡れ場などに挑戦していました。私生活ではワイルドでいこうで共演し、長年交際していました光源氏の大沢さんと1996年6月、妊娠3ヶ月を契機に結婚します。その後男児を出産しましたが、2005年に大沢さんと離婚、2007年
年には写真集の仕事で知り合った男性と再婚、同年10月の婦人公論市場で妊娠を公表しました。翌年1月24日北島さんは女児を出産、大沢さんとの間に誕生した子供の親権は当初北島さんにありましたが、2007年4月に大沢さんに移りました。しかし2013年に DNA 鑑定により息子と大沢さんの間に血縁がないことが明らかになりました。その後親権が北島さんに一旦戻りましたが、北島さんが拒否したために息子はアメリカにいる北島さんの実母である内藤陽子さんの下で育てられることになりました。2015年11月30日一連の騒動で現在の家族との問題を起こしたくない事情などで公私のけじめなどの理由を持って芸能界を引退しています。週刊誌の記事では北島さんと関係のあった男性は奥田瑛二さんと石田純一さん、西島秀俊さんと香川照之さん、他にもミュージシャンや力士、元トレンディ俳優などいろいろな相手と交際が囁かれましたとありましたので、さすがの女郎層のモテっぷりです。北島さんはベジタリアンらしいですが超肉食系ですね。まあいろいろな騒動がありましたし、幸せという面からは程遠いでしょう。それでは次の項目です。項目7、安藤美姫さんです。安藤美姫さんは日本の元フィギュアスケート選手です。2002年のジュニアグランプリファイナルにおいて ISU 公式大会で女子選手として史上初の4回転ジャンプを成功させたすごい女性です。2001年から練習を始め、練習中に遊びでやってみたらできちゃったのだと言います。3回転ジャンプはアクセルを除く5種類をクリーンかつ正確に飛ぶことができました。主な実績に2007年、2011年世界選手権各優勝、2010年バンクーバーオリンピック5位、2006年トリノオリンピック日本代表15位、世界ジュニア選手権、2011年四大陸選手権各優勝、全日本選手権3回優勝、2003年、2004年、2010年などですから、フィギュアスケートの実績は半端ないです。ただ安藤美姫さんの男関係はいろいろとあります。もともと安藤美姫さんの選手時代、モロゾフコーチと付き合っておりましたが結婚までいかず、モロゾフコーチとの子供を妊娠し中絶したことを暴露しています。次の彼氏は南里康春さんです。南里康春さんは安藤美姫さんとの結婚を目標に居酒屋でアルバイトをして結婚資金を貯めていたという噂があります。しかし2013年、安藤美姫さんが妊娠出産、子供の父親は交際をしていた南里康春さんとの情報も流れましたが、この情報を南里さんはきっぱり否定しています。違う男性との子供の妊娠を聞いた時どんな気持ちだったのでしょうかと、このように安藤美姫さんも男性関係はちょっとぐちゃぐちゃですね。この記事を書かれていらした方も安藤美姫さんは魔性の女だと書いていました。フィギュアスケートの成績はともかく、プライベートの方はガチガチ幸福かと言われればそうではなさそうですね。それでは次の項目です。項目8、トラエリカさんです。別動画で感想枠の動画を作りました。日々の更新順があるので、この動画より先に出てるか後に出ているのかわからないんですが、詳しい感想枠のリーディングはそちらの方でやっていますから、気になる方はその動画をご覧ください。トラエリカさんは日本の女優、兵庫県神戸市灘区出身、フラーム所属です。小学5年生11歳の時から芸能活動を開始、テレビドラマの NG シーンを放送するバラエティ番組を見て役者たちの楽しそうな姿に惹かれ、その世界に興味を抱きました。このことがきっかけで両親が芸能事務所のオーディションに応募し合格しました。上京する以前は大阪の事務所グレースに所属していました。2020年12月10日俳優の松坂桃李さんと結婚したことをそれぞれの所属事務所を通じて明らかにしました。歴代彼氏遍歴というサイトがありましたので、そこを見ていくと松山健一さん、嵐の二宮和也さん、村上信五さん、綾野剛さん、元カトゥーンの田中聖さん、松田翔太さん、嵐の大野智さん、勝地涼さん、加瀬涼さん、成田涼さん、室強さん、松下洸平さん、そして現在の旦那の松坂桃李さんです。これはもうすごい男性遍歴ですね。いわば表に出ているだけでこれくらいの人数がいるってことですよね。まあ今は結婚して妊娠したニュースがありましたから、幸せ度はまあまあ高いかもしれませんね、全項目までの人たちに比べたら。しかしやはり女郎層と言われる方たちのモテ方はえぐいっすね。これだけの人数の有名人男性と付き合う女性っていくら女性タレントでもなかなかいない気がします。それでは次の項目です。項目9、弘中綾香さんです。弘中綾香さんはテレビ朝日のアナウンサーです。慶応義塾中等部、慶応義塾女子高等学校、慶応義塾大学法学部、政治学科卒業。高校時代はオーケストラ部、担当はバイオリンおよびスキー部に所属し、大学時代はホッケー部のマネージャーを務めました。おそらくずっとスクールカーストの上位で来た人ですね。2022年12月2日、4年連続でオリコンニュースの好きな女性アナウンサーランキング1位を獲得されていますので大人気でございます。女子アナですからなかなかガードはしっかりされていますが、2020年9月15日発売のスマートフラッシュの報道などでコンパ写真は流出しています。また2021年9月1日には弘中綾香さんはコロナ禍にもかかわらず男女で宅飲みしていたことが報道されました。それと弘中綾香さんは
慶応大学時代に会員制高級クラブでバイトをしていたという噂も流れています。そのようなことからネットでは清楚系ビッチではないかと言われていますが、はっきりした証拠は現在まで出ていませんね。そして2022年9月30日に一般男性と結婚していたことが報じられ、これを受けてテレビ朝日から弘中さんのコメント入りで正式な結婚が公表されました。10月3日株式会社プログリッドの代表取締役社長岡田翔吾さんが弘中さんとの結婚を正式に発表しました。岡田社長は資産17億円のベンチャー社長ですから、弘中さんがこの女郎相談グランプリでは一つ頭が抜けましたね。今のところは幸せのはずです。今のところは。それでは次の項目です。項目10、羽田ひなさんです。井岡一人さんのラウンドガールとして注目を集めている羽田ひなさんですが、女郎層の顔をしていらっしゃいますね。現在は会社員兼モデルさんだそうですが、この間世界仰天ニュースにも出演されていましたので、今後芸能活動されるんではないでしょうか。今のところはまだデビューしたてですから未知数ですね。情報もほとんどありませんから、今後スキャンダルなどが多かったらやはり女郎層だからかと予想してみるのは面白いかもしれませんね。はい、ということで10人目の羽田さんはまだ測れませんから置いておいて、女郎層の面相で一番幸せをつかんでいるのは2023年2月現在、弘中綾香さんではないでしょうか。というわけで第1回女郎層1グランプリ優勝者は弘中綾香さんでした。おめでとうございます。序盤のエントリーメンバーは長期刑を食らったり犯罪を犯していましたから、幸福不幸どころか壮絶な人生を歩んでいますね。そして新人賞は羽田さんにあげましょう。今後どうなっていくのか楽しみですね。今日の動画でも分かっていただけましたでしょうが、女郎層の女性はバチバチにモテまくりです。なので最近女郎層っぽく美容整形手術をしたいのですが、という問い合わせをたくさんいただくようになりましたが、するかしないか、どういう顔になりたいかは個人の自由ですから好きにしたら良いと思います。面相や顔型がいろいろあるように、男性が好きな女性の顔も様々ですよね。僕はガッキーが一番好きですが、そうでない人ももちろんいますし、タイプは人それぞれです。ただ美容整形手術はお金もかかりますし、一度やってダメだったらすぐ元通りに直せるもんじゃありませんから、よく考えてやってくださいね。人間の顔は粘土ではないですからね。僕の考えは古いと言われるかもしれませんが、たくさんの男性からモテるよりは自分が好きな男性一人からモテる方がいいと思うんですけどね。でもまあ人それぞれの生き方があるので好きにしたらいいと思います。ということで本日は女郎層1グランプリを開催しました。第2回はやるかどうか分かりませんが、また機会があればやりましょう。本日もありがとうございました。ケンケン TV では皆様からの動画のリクエストをお待ちしております。また Twitter や Instagram もやっておりますので、よろしければ動画の高評価、チャンネル登録、 SNS のフォローもお願いします。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。